アルマン・デュフレノアは、フランスの地質学者、鉱物学者である。セーヌイコール・エイコール・トア県のセベレンに生まれた。エコール・ポリテクニークで学び、パリ国立高等工業学校のコープス・オブ・マインズ家庭に進んだ。パリ国立高等工業学校で働き、国立土木学校の鉱物学の教授も務めた。1823年からの13年間の地質調査の結果をもとに、 1841年に、ジャンバティスト・エリード・ボーモント、協調で、フランスの地質図を出版した。エリード・ボーモントは、メトラージック・イエヌ・アンラテアやメムワーズ・ポア・サービア、エーユヌ・ディスクリプション・ジア・ヤラジック・デ・ラ・フランスと、メモアール・オン・コールトル・ランド・モンドレも、共同執筆している。その他に、鉄鉱山や鉱物に関する著書がある。1843年に、ロンドン地質学会から、 ウォラストンメダルを受賞した。ジーン、ジャック・アミーゴ、デュフレイノイ、インルーボー・ディクス・ヨネアでバイグロフィスル・シール・ネーザス、ボリューム3サイエンシズ・デラビー・デラテール、ペルピニャン、パブリケーションズ・デル・オリビエ、2017-915-P。ありがとうございます。